ある意味こう成功への切符みたいなのをちょっと握らされた感もあったと思うんだよね。それでダイエットしてしまうという。いいよお前マジでいい。俺は好き。終わってないと思う。俺は別に終わってないと思うな。医学部に1回入って12年いて辞めましたっていうのは普通になんかおもろい話だから。うん、なんかどっかで働けると思うんだよ。ああ。うん。確かに。だから何の問題も俺は正直ないと思うけど、うん、借金の額がでかいということが一番心に来てると思う俺は、うん。